チャールズ・テイズ・ラッセルは、アメリカ合衆国の宗教家、キリスト教系の新宗教であるエホバの承認を、設立した。ラッセルは1870年に、聖書研究会を開き、それら全員は、聖書研究者、または、国際聖書研究者と呼ばれるようになり、1879年には、シオンの物見の塔及び、キリストの臨在の告知者を創刊し、 1884年に宗教法人であるシオンの物見の倒査指シ教会を設立し、その初代会長を務めた。パスター・ラッセルとの愛称で呼ばれていた。墓石がフリーメイソンリー本部の間近にある。チャールズ・テイズ・ラッセルはアメリカ合衆国のペンシルベニア州アレゲーニーにおいて、父親・ジョセフ・エル・ラッセルと母親・アン・エリザ・バーニー・ラッセルの次男として生まれた。 両親は共にスコットランド、アイルランド系の長老派教会のキリスト教徒であった。後に父親は聖書研究会のメンバーとなった。母親は彼が9歳の時に死亡した。後に彼は近所の組合協会に入った。実家は男性用の副飾店で、ラッセル自身も11歳の時、父親と共同で男性用副飾店を経営し、15歳の時には、 各地に店を持つようになった。やがて一人で経営を切り盛りし事業は成功していたようである。彼は夜遅くまで聖書を熱心に研究する子供であったと伝えられている。しかし、少年であった彼は聖書を研究するにつれ、地獄における永遠のせめくまた、運命予定説の伝統的な教理に対して疑問を抱くようになる。彼は様々な教派の心情を調査したり、 東洋の主要な宗教も研究したが、納得のいく答えは見出せなかった。17歳の頃までには、事業に専念することを考えるようになっていたという。NH バーバーと CT ラッセルの共同編集により、刊行された宗教雑誌、朝の先ぶれ1869年頃、ちょうど時は、リバイバルの時期であり、当時流行しつつあった、サイリン派の集会に出席し、 その教会の牧師ジョナス・ウェンデルから説教を聞いた。それによって聖書が霊感によって書かれた著作であることを改めて確信した。その中で後に彼の教義体系の中核になるものを掴んでいき、セブンス・デー・アドベンチスト教会の本の中の地獄というのは墓に過ぎないという教義を借用して永遠の刑罰の教えに反対し、地獄の存在を否定した。 1870年、再び聖書研究に意欲を燃やした、彼は、6名ほどの友人たちと共に、聖書研究会を作り毎週集会を開いた。それから5年間、彼らは、霊魂不滅の教義の間違い、キリストのあがないの犠牲、キリストの再臨は目に見えない形で起こること、またキリストは地球を滅ぼすために来るわけではなく、祝福するために来ると理解した。 彼は、牧師ジョナス・ウェンデルに恩があることを認めるとともに、ペンシルベニア州エディンボローのキリストサイリン教会の牧師ジョージ・ W ・ステッドソンとニューヨーク州ブルックリンのバイブリングザミナー氏の発行者、ジョージ・ストーズの二人の援助にも感謝を表明している。1876年1月、23歳のラッセルは、朝の先触れというセブンスデイ・アドベンチスト教会の 宗教雑誌を入手したが、その編集者ニューヨーク州ロチェスターのネルソン・エイチ・バーバーは、キリストはすでに目に見えない形で再臨しておられ、小麦を収穫する号は始まっていると論じていた。関心を持ったラッセルは、フィラデルフィアでバーバーと会見を開き、聖書研究会は、バーバー主催のグループと合同した。ラッセルは、朝の先ブレシを印刷するための資金を個人的に、 寄付し、同志の共同編集者となった。1877年、ラッセルは事業の株を売却して、全時間の伝道活動に携わり、旅行しながら多くの講演を行い、資金が尽きた後は寄付により活動を続けた。同年、小冊子、我らの主の帰還の目的とそのありさまを出版した。さらに同年、バーバーとラッセルは書籍、 三つの世界及びこの世界の収穫を共同出版した。この書籍は、キリストの見えない再臨は1874年の秋から始まったとの見解を載せていた。また、諸国民の定められた時の期間は1914年に終わることを指摘していた。しかし、やがて二人の見解は食い違うようになった。 バーバーは朝の先ブレ八1878年8月号でキリストの贖いの価値に対する否定的な記事を書き9月号ではラッセルはキリストの贖いを支持する記事を書いたこの論争は同詞上で12月号まで続きついにラッセルはバーバーへの資金援助を打ち切り二人は決別したバーバーはその後 1903年まで朝の先触れ死を発行し続け、1906年に亡くなった。1879年3月13日、ラッセルはマリア・フランシス・アクリーと結婚した。CT ・ラッセルが創刊した宗教雑誌、シオンの物見の塔及び、キリストの臨在の告知者ラッセルは、伝道旅行よりも雑誌の発行に集中することにし、バーバーの手を借りずに、 自分自身で雑誌を発行することに着手し、1879年7月、シオンの物見の塔及び、キリストの臨在の告知者を創刊した。創刊号は6000部で、寄稿者は5名であった。1879年と1880年には、各地で集会を開くため、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、デラウェア州、オハイオ州、 ミシガン州に約30の改修を設立し、ラッセル自身が各改修を訪問することを取り決めた。聖書研究会のこの初期の改修はエクレシア、またはクラスと呼ばれた。1880年には物見の投資以外にも聖書研究者のパンフレットを無料で配布した。1881年までには聖書研究者はわずか100名ほどであった。ラッセルは 物見の投資1881年4月号の記事で聖書文書販布者として物見の投資の読者を増やす伝道の号を提案した。1885年中には約300名の聖書文書販布者がいた。同年1881年に彼は幕屋の教えと考えるクリスチャンのための糧という2冊のパンフレットを書いた。ラッセルは 言動が拡大するにつれ、民間に委託していた印刷を寄付によって賄う、ためには、協会組織の必要があると判断した。そこで、1881年2月16日、ペンシルベニア州ピッツバーグの5番街101番に、WH コンリーが会長を務め、ラッセルを秘書と水筒係とする、非法人団体としての、シオンの物見の盗撮師協会が発足した。 そして1884年12月15日、シオンの物見の盗撮指教会は宗教法人となり、ピッツバーグから移転して、アレゲーニーのフィデラル通り44番に本部が設立され、ラッセルはその初代会長を務めた。彼は1886年から全7巻にわたる千年記念名の執筆に着手した。しかし、最後の 第7巻を書く前に亡くなった。1887年からはラッセルが所有した当出版会社で印刷を開始し、1898年まで用いられた。教会本部の拡張が必要となり、1889年にアレゲーニーのアーチ通り56の60番に4階建てのレンガ作りの建物が建設された。そこはバイブルハウスと呼ばれ、 1909年まで本部として用いられた。1891年4月19日から25日にかけて初めての大会がペンシルベニア州アレゲイニー2位にて開催され、こうした初期の大会は主の記念式と関連していた。1891年、ラッセルとその一行は海外旅行へと赴き、ヨーロッパ、アジア、アフリカを回って選挙活動を行った。 こうして、教会の文書は、ドイツ語、フランス語、スウェーデン語、ノルウェー標準語、ポーランド語、ギリシャ語、イタリア語で出版されるようになった。1895年、彼は、黎明会という集会も取り決めた。1894年には、教会の代表者21名が初回集を訪問する、取り決めがなされ、巡礼者と呼ばれた。1896年に、 シオンのモノミノ島冊子協会はモノミノ島聖書冊子協会と名称が変更された。1898年、ラッセルは当出版会社をモノミノ島協会に寄贈し、食事と組版はバイブルハウスの聖員に任され、印刷は民間事業に注文するようになった。1890年代後半は各地の大会でラッセルは講演をした。 その風貌は、長めの黒いフロックコートを着て、白いネクタイをし、大きな声ではなかったが、マイクやスピーカーは、当時発明されていなかったので使用せず、講話中は常に身振りをし、縁談を歩き回り、原稿を使うことはなかったという。1904年、ラッセルは、自分の訓話を新聞に掲載するために、新聞のための国際的な4名からなるシンジケートが、組織された。 1908年、新聞による説教をより大きな都市から送るため、ジョセフ・フランクリン・ラザ・フォードを含む教会の代表者は、ニューヨーク州ブルックリンのヒックス通り十三の十七番に、ある建物を購入し、ブルックリン・タバナクルと呼んだ。また、ヘンリー・ウォード・ビーチャー牧師の邸宅であった、コロンビア・ハイツ百二十四番の建物も購入し、そこは、教会の本部職員の宿舎として用いられ、 ベテルと呼んだ。教会本部の主要な施設がペンシルベニア州アレゲーニーからブルックリンに移転されたことに伴い、1909年に一般人の説教団協会が新たに設立され、1956年以降、ニューヨーク法人モノミの統聖書冊子協会と呼ばれている。こうして新聞によるラッセルの説教は同時に2000以上、 合計で4000以上の新聞社によって掲載された。また、1909年から一般人の説教団という小冊子を出版した。さらに、1914年6月30日にはイギリスでの活動を前進させる目的で、イギリスのロンドンに国際聖書研究者協会という宗教法人も設立された。1894年4月5日、 組織内の一部の人々は集会を開いてラッセルを告発した。1903年3月10日、ノース・アベニュー・メソジスト監督協会の EL ・イートン・ボクシとラッセルは6日間の聖書討論会を開いた。1908年2月23日から28日にかけてオハイオ州シンシナティでリサイプル派の L.S. w イトとの聖書討論会も開かれた。また、 ラッセルの妻は、教会の理事であり、物見の投資の編集者であったが、ラッセルによる虐待に耐えきれずに教会と関係を断ち、1908年3月4日には、合法的な別居の判決が下された。ラッセル夫人は、装飾者の協力を得て、告発文書を出版した。ペンシルベニア州ピッツバーグにある CT ラッセルの母ヒラッセルは、 世界各国を旅行したが、1911年には、実情調査のために本にも来訪した。ラッセルと同行者は、横浜や東京などの初都市から、長崎までを巡回した。東京での彼の二つの講演では、キリスト教世界の宣教者たちは、日本人が無神論に傾いていることに落胆しており、日本人に必要なのは、王国の福音であると報告した。 1912年、ラッセルは全4部からなる合計8時間に及ぶ音声付きのスライド写真型のカラー映画である創造の写真劇を約30万ドルを費やして制作し、1914年1月から上映された。北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアで上映され、観客は1914年末までに合計900万人に及んだ。また、 想像の写真劇の縮小版である有利化劇は農村部などで上映された。ラッセルが異邦人の終わりの時として推定していた年である1914年同年7月28日に第一次世界大戦が勃発した。ラッセルは10月2日に教会の聖員たちとの朝の崇拝の際、異邦人の時は終わりました。その王たちの日は過ぎ去ったのですと発表した。 聖書研究者たちは10月の初めの週に天へ昇ると期待していたが、それは起きなかった。ラッセル自身は、物見の投資1914年1月号の中で、私たちは時に関する事柄を教理的な事柄と同様の絶対的な確実さを付して読まないでしょうと述べている。彼はその後も伝道活動を促進した。 1916年10月31日の火曜日の正午過ぎ、64歳の時、健康状態の悪化したラッセルは、テキサス州サンアントニオで最後の公演をした後に、ブルックリンへと戻る汽車の車内で、テキサス州パンパンにて亡くなった。11月5日に、ニューヨーク州テンプルで、11月6日には、ペンシルベニア州ピッツバーグのカーネギーホールで葬儀が行われ、ラッセル夫人は、 彼が好きであったスズランの花束と共に愛する夫へと記されたリボンを棺桶に置いたと言われている。その後、アレゲーニーのローズモントユナイテッドセミトリーにある教会の聖院の墓地に墓碑が建てられた。ラッセルはキリスト教の伝統的な地獄の教理、運命予定説、霊魂風滅、三位一体論を否定した。聖書のみを絶対的な神の言葉として受け入れ。 聖書の真理は、全身的に明確になると信じ、出版物は聖書を理解する助けに過ぎないと考えた。エホバという固有の名を持ち、公正を知恵や、愛や力と、完全な調和を保つ、創造者である父なる神を崇拝した。キリストのあがないの価値を支持し、キリストの再臨は目に見えない形で起こり、パルーシアは、一定期間続き、地球を滅ぼすためではなく、 人類を祝福するために来ると信じた。ギザの大ピラミッドは神の証の石であり、そこから聖書の年代測定や未来の余地ができると考えた。違法人の時は1914年に終わると説明し、その年の前には収穫の号は完了し、選ばれた文字通りの14万4000人は天へと召されると考えた。予言の中のシオニズムという講演の中で、 1914年以後、神は実際のユダヤ人を少しずつパレスチナに復帰させ、神の代理者として彼らを再び用いると考えた。ハルマゲドンは政治的党派間での戦争や社会革命によって起こり、現存する諸体制を滅ぼした後、残りの全人類は天国ではなく地上のパラダイスで完全な命を享受すると考えた。大いなるバビロンは、 制度としての強硬制度を指すと解釈し、政治に関与した教会制度を、消費協会として求断し、クリスチャンはそのような教会から離れるよう進めた。ラッセルは自分たちが、ラッセルパーあるいは、ラッセル主義と呼ばれることを拒み、クリスチャンと呼ばれることを望んだ。ラッセル自身は、忠実で資料深い奴隷へは特定の個人を指すのではなく、 性別されたクリスチャン全体と考えていたが、ラッセル個人に当てはめようとする人々もいた。自分の仕事は新しいものでも独自のものでもなく、各教派に散らばった真理の断片を再構築し、調整し、調和を図る号だと考えた。クリスチャンは神の命令に反しない限り法律をよく守るべきであり、政治活動に関与すべきではないと進めた。 性別された者は伝道活動に加わるよう進め、宣教活動は自発的な寄付によりまかなわれるべきであると考えた。初期の頃、彼は私的な組織を作ることを拒んで、天的な組織だけを支持し、エクレシアでの集まりのことを、教会組織というより、交わりと呼ぶ方が良いと考えていた。1895年に、改修の長老たちは投票制によって、 選出されるよう取り決めたが、装飾者制度を認めることはなかった。タバコの使用に関して否定的見解を持ち、ラッセル自身は個人的良心により、アルコール飲料を一切摂取しなかった。ありがとうございます。